さんこんにちは、えりこです。この動画ではあっさりの意味と使い方を説明していきます。皆さんはあっさりという言葉を聞いたことがありますか？いろいろなものを表すときに使うのできっと聞いたことがあると思います。例えば人の性格を表すとき、食べ物や飲み物の味を表すとき、そして物事の状態を表すときにも使います。それでは早速意味と例文を見ていきましょう。今日は意味は2つあるんですが、まず1つ目の意味と例文をまとめて紹介します。まず1つ目の意味は、人の性格や物事の状態が強くなく複雑じゃない様子。例文です。彼はあまり小さなことを気にしない、あっさりした性格の持ち主だ。彼はあまり小さなことを気にしない、あっさりした性格の持ち主だ。このステーキは油が少なくて、思ったよりあっさりしている。このステーキは油が少なくて、思ったよりあっさりしている。私はあまり強い匂いの香水が好きじゃない。あっさりした花のような匂いが好きだ。私はあまり強い匂いの香水が好きじゃない。あっさりした花のような匂いが好きだ。私はいろいろなアクセサリーをつけないあっさりした格好が好きだ。私はいろいろなアクセサリーをつけないあっさりした格好が好きだ。このジュースはあまり甘くなくてあっさりしている。このジュースはあまり甘くなくてあっさりしている。それでは2つ目の意味と例文です。2つ目の意味は、時間や手間がかからない様子。簡単に。例文です。宿題がたくさんあったけど、1日であっさりと終わった。宿題がたくさんあったけど、1日であっさりと終わった。彼のプロポーズに彼女はあっさりと返事をした。彼のプロポーズに彼女はあっさりと返事をした。試合であっさりと負けてしまった。試合であっさりと負けてしまった。謝ったらあっさりと許してくれた。謝ったらあっさりと許してくれた。問題は思ったよりあっさりと解決した。問題は思ったよりあっさりと解決した。皆さんどうでしたか？会話で使えそうですか？私はよく味を表現するときにあっさりを使いますよ。例えば、今日はあっさりした食べ物が食べたい。皆さんが考えるあっさりした味の食べ物ってどんなものですか？私だったら野菜サラダとかうどんとかを思い浮かべます。それでは今日のレッスンはここまでにしましょう。質問などがあったら下のコメント欄に書いてくださいね。それではまたオンラインレッスンでお会いしましょう。